左にこれちゃうかな、多分これなんですよ。これをね左折していくとダムがあるらしいんですよね。どうもほんまやろうなまあ途中でねナビ見たらええこっちゃや。めっちゃ綺麗だな、めっちゃ綺麗なの。ええどこやん、こんな田んぼばっかり映してどうすんのよ俺すねー。いやなんかね好きなんですよ、後で自分で見んねえやろ。この道からねまだちょっと右へ脇道入らなあかんらしいんですけど、なんかややこしいなわかるかな、えらい入り組んだとこやな、大丈夫なのこれ。ちょっとね、しかし雰囲気のあるとこやな。あ、ダウンって書いてんね。バイクで入っていけんのかな。まあ車でも入っていけるでしょう。こっちやな、そら向こうちゃうわね、こっちやわね、向こうやったらビビるっちゅうのなかなかの場所じゃないでしょうかねこれ。あ、これか、右手のこれがダムやな、これははなるほど、これか。これまだ向こう一周できるんかな、すまん一周できんやろね多分。なんでなんでなんでやろどういうことどういうことどういうことこれ。嘘やん、マジでやめてよこういうとこと、こういうとこでさ、おお、よかった。マジでどういうことどういうこと、アイドリング低い、ガソリン、いや、ガスマンですよ、もちろん。何言っちゃってるんですか、入れてきましたよ、私は。もう入れてますよね。入ってます。なんで？前でなんかされたんちゃうのすめ冗談ですね、そんなことするわけないでしょよ。いや焦った、行きますよ、一瞬焦るね。おー、ええやんか、なかなかみんな釣りしてるねここね。あ、ほらさっきすれ違った人もこの辺の地元の人で釣りしとったやな。なかなか、おお、雰囲気あるやん、雰囲気あるじゃないですかここ。なかなか、ねえ、なかなかのもんじゃないですか。まあこのダム一周できるんでしょう。一周ね、何があんねやろここ、何があんねやろこれ、何なんでしょうこれ。お手洗いって書いてんな。別にお手洗いはええよ。これまだ向こう行けるのかな。いやでも砂利やからな、行き
りたくないね。いや、こっから向こうはちょっとね、四輪やったらええけれど、この辺で、いや、ちょっと待って、遊べそうやん、これ。階段があったりするんですよね。で、大川が流れてて、なかなかいいところですよね。これ舐めんな、舐めんじゃん、これペットボトルとかポリジャンクとか書いてるから舐めますね。こんな綺麗かな、病気がない、間違いなく飲めますよ。こんにちは。あ、写真撮ってあるんですか。これ前撮っていいです。すごい望遠ですよね、これ。すごいですね、これ。なんてやつですか。普通こんなん見ませんもんね。いや、鳥を、あ、鳥を、鳥鳥あるんですよ。なんかいてるんですか、なんか。この辺、この辺はよくわからない。めっちゃ綺麗なとこですもんね。すっごい望遠やな、やべ、丸見えやな。これはイノシシですよ。鹿かイノシシやな、どっちかやな。これ、これはイノシシか。めっちゃ怖いやないか。めっちゃ怖いやん、こんなもん。イノシシやってみな、逃げられへんの。おらんやろな、この辺。いやー、これめっちゃ綺麗わ。いいですね、ここ。最高のロケーションですよ、これ。うわ、なんか湧いてる、湧いてる、これ。ブク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 下からちゃうんかな。めっちゃ綺麗やん、これ。あ、魚がおったんや。これめっちゃ綺麗ぞ、ここ。水、そんな冷たくもないし、これ絶対夏遊べるパターンやな。こう来た方がいいですよ、遊びに。この方ね、遊びに来た方がいいですよ、これ。楽しいですよ、絶対これ。今から穴がちゃうかな、人もあんまりいないし、こんなとこで焚き火とかはしないように。知らんけど、奥に、ね、続く道があるんですけど、バイクでよ、このバイクでは行くしませんわ。ちょっとね、この場所ね、お手洗いそこにあるでしょ。で、湧き水そこになる、ここでも湧き水があるでしょ。で、このロケーションでしょ。めっちゃ穴場っすよ、これ。これなんかどっか問い合わせって聞いたら、多分ね、問い合わせたらキャンプできるんちゃうかな、ここで。多分焚き火とかね、何のためか分かりませんよ。なんかこういうのがちょこちょこあったんで、こっちやで、こっち止まらんからな。こっちか、めちゃくらいよ。めっちゃ怖い。めっちゃ暗いやんけ。ここのお寺はちょっと怖いぞ。ここのお寺は怖い。このカメラはね、固定して撮った方がいいね、どうもね。なん
間隔が狭いから固定して撮るもんやな。いろいろ勉強になりますわ。水を汲みに来てる人もいてますね。やっぱり飲めるんですわ、その、あそこの水は。行きまする。いやー、結構なお手前でした。綺麗ないいところでした。また来よう。静かな自然で癒されました。さあ、これ苔が生えてるのね、ちょうど真ん中に滑るのよね。ほんでたまにね、石ころがゴロンって転がってんすよ。癒されたい方はね、ここ丹波篠山のね、椿ダムらしいんですよ。来てください。一人でほっこりとね。ほっこりとね。今日もゆっくりまったりと結構なお手前でした。感じでね、何も決めずにプラッと思ってね、バイク乗って出て行ったとしてもね、なんだかんだってあるんですよ。で、走ったことのない脇道とかシュッて入り込んだらいいんですよ。そっから今興味もスマホみたいなそんなもありましたろ。そんなん見たらよろしいね。俺誰やねん俺。変なおっさんになってる。近所の変なおっさんになってるからね。どうぞお先に。いや、別品さんやったな今の。地味にすまへん。こっちで合ってんねやろな俺道。器用走ってるけどこっちで合うてんのかな俺。もうぼちぼち帰る方向に向かってるんですけどね。この道も初めてちゃうかな俺。多分知らんけど通ったっけな。記憶喪失やな俺。うわ、ええねえ。今年ね、イベントごとがね、中止にならなければいろいろ参加したいとは思ってるんですけど、まあ様子見でしょうね、今年ね。様子見ってやってたら行って、まあ中止になりそうな雰囲気もすんねんけどね。ニューオーダーとかね、知らんけど。いやー、この辺も綺麗わ。あれ、これ何や、ハスやな、これも。今、ハスの花すっごいよ。すっごいよ。めっちゃ綺麗よ。綺麗なー。夏はね、こういうのがやっぱり、ええねえ。ほんま。ハスの花とか綺麗わ。この辺は涼しいわ。
なんし涼しいわ、この辺は。さらっとしてるね。いや今日もね、本当にまったりと、ほっこりと、ふんわりと、なんて言っていいんかな。なんてね、まったりでいいねんね。すめん。余計なこと言いすぎました、すめん。いや今日もまったりとね、いい気分で、ほっこりさせてもらいましたよ。ほんま。今日はもう、ここで締めさせてもらいます。そんなこんなで、またー！これむっちゃ綺麗な、ここ。なんか。